参考にしてみてください、はい、さあそろそろお時間も迫ってきたということで、はい、キャプテンさんが100万円をね的中できるように私も応援ソングを歌わせていただこうと思うんですが、はい、ちょっといいですか、はい、毎回このコーナーで歌う曲はですね配信前にキャプテンさんにリクエストを聞いた上で決めているんですけれども、はい、あの最近めちゃくちゃ決めるの遅くて、はい、あの先週とかはもうほんと5秒前に、はい、これできるみたいなもう感じだったんですよ。いや、ね、そのジェネレーションギャップなんですよ。もうもう答えられない あなたが歌いたい歌と俺が歌ってほしい歌がなんていうのかな、もう全然合わないからはい、はいはい、知らないでしょ、だって、はい、いやいや、まあ、知ってる曲も多いですよね、はい、てか集団が暇なんだからそんな考えてるじゃないですか何をやってぼやぼやしてる時間はいくらでもあるんですよ。いや別にそんな聞きたい歌じゃないと嫌じゃないですか。それはそうですけど、はい、まあ自分で言うのもちょっと僭越なんですけれども、はい、このままだとちょっとぶつけ本番で歌わされそうなので、はい、次回からは視聴者の皆様からのリクエストを募集したいと思います、はい、何このコーナーさあこんな応援ソングを歌ってくださいというリクエストがありましたら、はい、チャット欄かこの動画のアーカイブのコメント欄に記載していただければ、うん、まああの吟味しますというか、はい、そうですね、検討しますので、はい、皆さんちょっとぜひね何かあればお願いします、はい、まあ、コメント欄の方が分かりやすいかもしれないですね、もしかしたら ね、チャットよりもね、はいはい、たまにはあの僕のリクエストも聞いてもらうということで、そうですね、それキャプテンさんもコメントしてくれてもらって、それも面白いですけどねということで今回はキャプテンさんに決めていただくんですけれども、はい、何にしますか。今日はもう花々のああよかったないいですね。じゃあちょっと懐かしいでしょ、うん、おじさんが喜ぶやつですよね。実は森ちゃん知らないとかね、知ってます。ギリギリ、まあサビぐらいは多分。はい、じゃあ歌いますよ。はい。はい、あーよかったな、あなたがいて。あーよかったな、あなたといて。あーよかったな、一緒にいて。あーよかったな、二人でいて。バラ、バラじゃない。ちょっとバラードバージョン でしたよ、俺は。これね、大きな声で言えないですけど、本家本元よりいいんじゃないですか。ちょっとレコード化してほしいですけどね。ちょっと気持ちが入ってた気がするな、今。バラードバージョンだったから、なぜならば。もうちょっと自分で自分のこの時間に耐えられなかった。さっきも始まる前、二人っきりでなんかね、急いそ話してるんですよね。急いそ話やってないですけど。全然してない。気持ちが入ってたってことはないんですね。あ、まあまあ入れましたよ。入れました。1曲2曲あ、はい、あ、歌ってほしいみたいな。